今日は中国料理のご飯ものの定番、チャーハンと優しい味わいのおかゆをご紹介します。あら、ご飯くんたち、困った顔してどうしたの？なになに？パラパラパーになりたいのにどうしたらいいのかわからないって？任せておいて。パラッパラのチャーハンを作るコツを教えてあげるわ。プロに負けないパラパラにふんわりほぐれたチャーハンです。焼き豚は1センチ角、レタスは一口大にちぎります。卵はよく溶きほぐしておきます。たっぷりの油に卵を一気に流し入れ、木べらで大きくかき混ぜます。パラパラのチャーハンを作る秘訣は、ご飯を入れるタイミングにあります。半熟状になったところに温かいご飯を入れ、手早く切るように炒めます。こうすると粘りが出にくくなりますよ。味付けの塩はご飯が完全にほぐれてから加えます。ほぐれる前に入れるとパラパラになりませんよ。パラッパラン、あ、パラッパラン、もうすぐできるわよ。焼き豚を加えて炒め合わせます。真ん中を開けて醤油を入れます。この方が鍋肌から入れるより簡単ですよ。少し焦がすようにして風味を出します。細ネギとレタスを加え、ざっと炒め合わせれば出来上がり。一粒一粒がよくほぐれた理想的な仕上がりのチャーハンです。さあ、ご飯くんたち、おいしそうなパラッパラッパーになったでしょ。あなた、それパラパラ踊ってるの？懐かしいわね。鶏肉と干し椎茸のうまみたっぷりのおかゆです。米は30分ほど水につけ、ざるにあげます。湯を沸かし、鶏肉を入れて癖を取ります。表面の色が変わったらすぐに取り出します。干し椎茸は水で戻し、戻し汁は取っておきます。その戻し汁を水に足し、米、鶏肉、戻した干し椎茸、昆布を加えて火にかけます。煮立ったら火を弱めて30分ほど煮ます。途中で水が減ってきたら水を足します。昆布は取り出します。椎茸と鶏肉は取り出して、粗熱を取り、それぞれ1センチ角に切ります。鶏肉と椎茸を鍋に戻し、オイスターソースを加え、塩で味を調えれば出来上がり。うまみが詰まった絶品おかゆ。水の量と煮る時間を加減すれば、お好みの柔らかさになりますよ。